ん、どうもこんにちは。ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。今日はこちら、いっぱいのフルーツを使ってフルーツサンドを作っていきたいと思います。フルーツサンドはこちらのようにフルーツが大半を占めています。ということで、フルーツを制するものはフルーツサンドを制する。美味しいフルーツサンドを作るためにどのようなところに注意したらいいのか、フルーツを扱うポイントを織り交ぜて今日は作っていきたいと思います。それでは見た目も可愛く味も超美味しいフルーツサンドを今から作っていきましょう。レッツゴー。実はみかんですが、熱湯に5分浸して剥くことによって白い皮がきれいに取れます。
ではいただきます。ジューシーなフルーツと柔らかいパン、そして滑らかなクリームがすっごく美味しいです。フルーツサンドの最後の秘訣は2時間ぐらい冷蔵庫に寝かせることによって全ての素材がいい感じになじみます。若干フルーツの水分がにじみ出て美味しくなります。簡単なのでぜひお家で作ってください。